ナイアーラトテップ。ナイアーラトテップ。ナイアーラトテップ。は、クトゥルフ神話などに登場する架空の神聖。日本語では他にナイアーラソテップ。ナイアルラトホテップ。ニャルラトホテップ。ニャルラトテップなどとも表記される。概要。オーガスト・ダーレスの体系付けたクトゥルフ神話においては旧支配者の一頭にして、アザトースを筆頭とする外なる神に刺激されるメッセンジャーでありながら、旧支配者の最強のものと同等の力を有する土の精であり、人間はもとより他の旧支配者たちをも霊障し続けている。顔がないゆえに千もの異なる権限を持ち、特定の眷属を持たず、狂気と混乱をもたらすために自ら暗躍する。彼が与える様々な魔術や秘宝、機械などを受け取った人間は大概自滅している。天敵であり唯一恐れるものは火の精と位置づけられる旧支配者クトグアのみ。また、ノーデンスとも対立している。旧支配者の中では唯一幽閉を免れている。他の旧支配者と違い自ら人間と接触するなど、クトゥルフ神話において特異な地位を占める神聖であり、クトゥルフ神話におけるトリックスターとも言える。アザトースの息子と言われる。妻は大鹿の女神イホウンデー。いとこに影の女悪魔と呼ばれる女神マイノグーラがいる。配下にシャンタクトリと忌まわしきカリュードが存在する。また、ドリームランドで地球の下級の神々を保護する一団、異形の神、の一柱として活躍する。書室はハワード・フィリップス・ラブクラフトの短編、ナイアル・ラトホテップ。神聖。ナイアー・ラトテップの誕生には、ダーレスの作品とラブクラフトでかなりの違いがある。ラブクラフトがその作品や作家仲間への手紙の中で書いた内容は、以下の通り。この宇宙の中心、正常な物理法則が通用しない混沌とした世界には、絶対的な力を持った存在アザトースが存在し、その従者の吹き鳴らすフルートに合わせて絶えず不定形な巨体をうごめかしているとされる。アザトースはとてつもなく巨大で絶対の力を持った存在だが、盲目で白痴なので、自らの分身として三つのものを生んだ。闇からシュブ、ニグラッス、無名の霧から呼ぶ。ソトース、そして死者たるハイヨル混沌ナイアーラトテップである。ナイアーラトテップは、自らの主人であり創造主であるアザトースら異形の神に仕え、知性を持たない主人の代行者としてその意志を具現化するべくあらゆる時空に出没する。H.P. ラブクラフトの短編、未知なるカダッスを夢に求めて、では、簡単にひねりつぶせるはずのランドルフ・カーターを騙して自滅に追いやろうとするなど、ラブクラフト神話ではトリックスター的な役割を当初から担わされており、このあたりはその後のクトゥルフ神話と変わらない。また、未知なるカダッスを夢に求めて、においてカーターを陥れなかった際にはカダッスに戻り、神々を罵っていた。化身。無謀なるがゆえにナイアーラトテップは様々な化身を取る。人の姿を取るときには、超深層区で漆黒の肌をした人物。エジプトから来た高貴なファラオのごとき予言者。核兵器の研究を推進する物理学者。星の知恵派教団の神父。内神父。魔女を操る暗黒の男などの姿で現れ、人の世に混乱と死をもたらす前触れとなる。サバトにしばしば現れる、黒い男、もまたナイアーラトテップの化身であるとされ、古代エジプトにおいて、暗黒のファラオ、と呼ばれた王、ネフレン、カは、ナイアーラトテップのためのあまりにも忌まわしい祭祀を行ったため、その名を歴史から抹殺された。一方でハイヨル混沌と呼ばれる姿は、触腕、鍵爪、手が自在に伸縮する無定形の肉の塊と方向する顔のない円錐型の頭部によって特徴づけられる。輝くトラペゾヘドロンから顕現した際には、黒い翼と三つに分かれた燃え上がる目が闇に浮かび上がったという、千の異なる権限は同時に地球上に存在可能である。中には普通に人間として暮らしている者も少なくなく、そうした権限の一人が何者かに殺され、
その謎を追う別な権限の一人称で展開する暗黒小説風の短編もある。土地。雲海の森、登場作品。オーガスト・ダーレッス。闇に住み着く者。ウィスコンシン州の北部中央のリック湖周辺の深い森。ナイアーラトテップが七太陽の世界から地球に降り立つ際の住みかで、森の中央部には顔のない無定形の生物。夜に吠えゆる者。のに姿が刻み込まれた古い平石がある。1940年にクトグアの部下である炎の精によって焼き払われた。別名一覧。ハイヨル混沌、無謀の神、暗黒神、闇に住む者、大いなる死者、燃える三眼、顔のない黒いスフィンクス、競争なる死者、百万のめでられし者の父、夜、月、に吠えゆる者、盲目にして無謀の者、魔物の死者、暗き者、ユゴスニキーなる喜びをもたらす者、イニシエブル式者、膨れ女、など、